こんにちは、石川博信と申します。今回ですね、日本の偉人の仕事術という本をいろんな言葉で、訳して出版してます。この意図というのを先に伝えたいと思うんですけども、皆さんの国にも偉人という歴史上の人物ですとか、あるいは神話の世界の人たちっていうのがきっと多くいるんじゃないかと思うんですね。私は日本人です。そしてこの日本という国はご存知の通り2000年以上の歴史があって、その中で多くの偉人たちが生まれて今も日本人の心に宿っています。私が伝えたいと思っているのは、この偉人の人たちの仕事の仕方、それからいろんな場面での決断、そして行動というものが今の人たちに非常に役に立つのではないかということで、13人の日本の偉人を選んで皆さんに紹介したいというふうに思っています。最初に皆さんに紹介したいのは、日本の古い歴史の中でも多くの人たちに語られているこの出雲大社という、この神社にいる大国主という神様のお話です。英雄ですからさぞかし強い神様だと思われるかもしれませんけども、実はこの大国主という日本の神様はもともとはいじめられっ子だったんですね。大勢の兄弟がいて、その中で使いっ走りになったりとか、いじめられた中でも優しい心というのを失わなかった。そしてやがていろんな試練をかいくぐり、そして日本の国を治めるまでに至った神様でもあるんですね。大国主の特徴というのは、周りの人たちの力を借りる、自分はそんなにいっぱいのことができない、例えば医療に詳しい者がいればその人に医療のことを任せたり、要は独裁的なことで国を治めるのではなくて、多くの人たちの力を借りて国を治める、これはもともといじめられっ子だって、そして優しくて、こういったものが大国主に宿っていたというふうに考えられるんですね。出雲大社、日本に来た際にはぜひ一度見ていただければなと思います。はい、続いてご紹介したいのが、日本の神様の中でも知恵の神様と言われる思いかねという神様のことなんですね。この思いかねという神様ですけれども、日本の知恵の神様で、そして多くの災難困難なことに対してこうすればいいんじゃないかという知恵をですね、司り、そして日本の行く末を見守っていったという、まあ、こういった神様なんですけれども、日本人でももしかしたらあまりその名前を知られてない神様でもあるんですね。この思いかね、日本では知恵を集結している、つまり大勢の人たちの知恵を集めて、そしていろんな困難なこと、あるいは非常に難しいと言われるような問題を解決した、この象徴ということでも言われています。私の著書の中ではいくつかの出来事、それに対してこの思いかねというのがどういう知恵を使って
こういった難関を乗り越えていったかということを紹介させていただいています。はい、続いて紹介するのは、日本でも戦国時代、まあ、ちょうどですね、16世紀、あたりの日本でのお話なんですけども、この中でひときわ戦いにも強くて、そして知性にも優れていた武将で、武田信玄という武将がいます。この方はですね、日本の歴史を好きな人は知ってるかもしれませんが、もうその当時の日本では最強の軍隊を持つ、まあ、こういうふうに言われてたんですね。しかしこの信玄という人は非常にですね、苦難を持った時代を通り過ぎています。一つは自分の親である父親をですね、その時国主の座にあったんですけども、そこから自分が今立ち上がらなければこの国はおかしくなるということで父親を追放したり、そして戦に関してはですね、勝てるということがわからない限り始めることをしなかった。それが長じて百戦錬磨、まあ、非常に強い軍隊を作っていったわけなんですが、実はそれだけではなくてですね、家臣の話を非常によく聞く、独裁政権のような政治体制ではなくて、家臣それぞれに意見を持たせて、いろんな話を聞いて集結させることで自分の意見を最後まとめていって、家臣との一体感を図っていくと、まあ、こういうことをやっていったわけなんですね。また詳しく伝えていきたいなと思ってます。はい、はい、続いてですね、やはり戦国時代ですけども、上杉謙信という武将がいました。これは日本では軍神、つまり戦の神様というふうに言われているぐらい、やはり非常に戦いが上手だった武将なんですけども、とにかくこの武将は今でも日本で非常に人気あります。なぜだと思いますか？この人はですね、私欲、つまり自分の欲ではなくて大義、要は社会にとってどれが正義なのかということを考えて戦って、しかもその戦い方の見事さっていうのが、もう本当に100戦以上戦ってほとんど負けたことがないという、もう伝説的なぐらいの強さを誇ったわけなんですね。この大義のために戦うという武将、この筆頭に選ばれるのが上杉謙信ですから、戦いにおいてもそういうことですから、当然自分に対しての立身の仕方、あるいは部下に対しての求め方っていうのも、ちょっと他の武将とは異なる、まあそういう生き方、あり方というのも伝えていきたいなと考えています。はい、続いて織田信長の話です。もしかしたら皆さんの中でも日本の武将で織田信長というのは聞かれたことあるかもしれません。多くのインターネットとかのゲームにも登場してますよね。この織田信長という武将を紹介したいのは、信長というのは小さい頃はいわゆる出来が悪くて大バカ者と言われていた子供の時代があって、でそこから日本を統一する一歩前まで成長したんです。この信長の戦い方、それから領土をですね、どうやって治めていくかっていうのは非常に独創的な考えがあって、この今のような時代にはきっとこの信長的な発想というのがどんな場面でも生きてくるんじゃないか、そういうふうに思ってます。はい、続いて豊臣秀吉という人の話です。これは日本だけではなくて世界を見ても例がない出世頭というふうに言われている人でもあるんですね。一介のお百姓さん
農民の身から身を立てて、やがて日本の国を治めるですね、ところまで出世した。この秀吉なんですけども、非常な働き者でもあったんですね。それだけではなく、やはり周りの人たちの力を多く借りて、そしてチームで成り上がっていく。で、どうして秀吉がそういうことを考えたのか。学校も行ってませんから、社会でしか学んだことがない秀吉なんですけども、一介の百姓から身を立てて天下統一、日本の国を治めるところまで行った、その仕事の仕方というのは、多くの学びをきっと皆さんに与えてくれるんじゃないかなと考えています。はい、続いて、徳川家康の紹介になります。この徳川家康は江戸時代という日本でも非常に文化が栄えた時代の一番最初のですね、将軍という位置づけなんですけども、この家康も非常に最初の頃苦労しております。子供の頃に人質に出されたりとか、あまり自由の身がなくて、長じてもですね、自分が同盟として組んでいた織田信長、当時は信長の方が非常に力が大きくて、家康は逆らうことができなかったです。信長から何を言われたかというと、自分の妻、それと跡取りである長男、これを殺しなさいということが歴史上の出来事であります。家康はそれをどうしたか、甘んじて受けたんですね。どうして受けたのか、これは自分だけのためじゃない、もしこの厳しいことを受けなければ自分が治める領土すらどうなるかわからない。皆さん、自分の妻、そして愛する我が子を殺さなきゃいけない、こういった決断をした家康、やがて天下統一をするわけなんですけども、やはり苦労を重ねて、そういった人があまり味わわないようなことも味わい、人の心に非常に通じた統治者でもあったわけなんですね。学ぶ点というのは非常に多くあると思います。はい、続いて小早川隆景という武将のことをお伝えしていきたいと思います。もしかしたら名前は初めて聞いたという方もいるかもしれませんけども、この戦国時代、非常にですね、有能なナンバー2として活躍する武将なんですね。立場で言えば、本家は毛利家という日本の戦国大名でも非常に大きい大名の家の三男坊として生まれるんですけども、トップが早く亡くなったっていうことで、その跡取りを支える役目をするわけなんですけども、このナンバー2として毛利家を守る、そして守りながらも次の時代を見ながらいろんな行動を起こしていく、さらには後継者をどうやって育てるかということを不信して活動していくわけです。このナンバー2としてのあり方ということを皆さんにお伝えしていきたいなと考えています。はい、続いてですね、江戸時代という時代に生まれた上杉鷹山というですね、日本では藩主という言い方をします。まあ、地方の王様のような存在ですね。この上杉鷹山という方はどういった方かというと、簡単に言うとですね、昔ものすごく大きな家で、大富豪でも大きな武将の家として考えていただいても結構です。それが没落していく中で、この人はお婿さんとしてその家に入るわけなんですね。当時の売り上げ、会社で言えばその10倍もある借金をですね、抱える家にお婿さんで入らなきゃいけない、こ
これだけ考えてもどうすればいいのかと思いますけども、実際入っていって見事にそれを解消しただけじゃなく、最後には大きな財産まで残すまで至った、まあこういうことを通してですね、日本の中でも非常に尊敬されて、また有名な日本人でもあります。この上杉鷹山という方はですね、昔のアメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディ、彼が最も尊敬する日本人として語ったということでも、日本では逆にそれが非常に有名になりました。この上杉鷹山という人はですね、殿様でもあるんですけども、本当に人としてできないようなことをですね、次々と成し遂げた人でもあるんです。人格者としても知られる上杉鷹山の内容を伝えていきたいと考えています。はい、続いてですね、明治時代前後のお話になります。ここで登場する人物で坂本龍馬、これはですね、日本人でも誰が好きですかと、歴史上の人物でこう言われた時に必ず上に出てくる人物です。もう子供の頃はですね、おねしょはする、勉強は全然できない、加えていじめられっ子、もう三拍子揃ったような子供だったんですが、日本の剣道、剣術当時は言われました、この武道を通して自分を磨いていって、やがてですね、日本が明治という大きな改革があるわけなんですけども、ここに導いた人物として知られています。どうして龍馬がそういう日本の国をですね、変えるような大事業までできるようになったのか、昔は泣き虫、いじめられっ子、ね、こういう子供でもここまで成長できる、そして長寿では大きな志を持ち、そして国をも変える原動力になった、まあこういうことを伝えていきたいと考えています。続いてはですね、この明治維新、日本が明治という近代を迎える時に、西郷隆盛という人の名前が必ず出てきます。日本の明治時代を迎えた時には、この方はですね、日本の陸軍の大将として、活躍しました。もちろんその前はですね、新しい政府を作るために活躍したんですけども、この人は一見すると武将なのかと経歴だけを見たら思えるんですけども、日本の中でも非常に尊敬されている人物の一人です。もうこの方はですね、武将というか聖者というか、何と表現していいかわからないような非常に人間性の高い方だったんですね。一つの言葉で言い表すと、仕事に対してのことです。彼は人を相手にせず天を相手にしなさいというように語っています。天を相手にする仕事ってどんな仕事なんでしょうかね。また彼も多くの挫折を味わって、その日本の近代国家の道筋を作っていきました。まあ、そんな彼の考え方、生き方、ああいうことを語っていきたいと思います。はい、続いて大久保利通、これも西郷隆盛と同志というふうに語られる人でもあります。ところが性格は真逆というふうにも言われていますが、日本の明治、この一番最初の初頭にある意味で言うと現代まで続く日本の統治機構、これを作った人物としても知られています。一見すると非常に冷静で言葉数も少なく黙々と仕事をしているというイメージがある大久保なんですけども、実際はですね、そういうことばかりではなくて、
新しい政府を起こした一人でもあるわけなんですけども、その恩恵にもほとんど預からず、自分は非常にですね質素な生活をされていた。これは大久保が亡くなった後にいろんなところから借金をしてまで国のために尽くしていたっていうことからも分かっています。仕事ぶりは非常に苛烈で、ただ部下を非常に大事にして人を育てながら新しい国づくりをしていった、まあこういったところから多くのことが学べると思っています。はい、続いて高杉晋作という人物なんですけども、これもですね日本人には非常に人気がある、ちょうど明治に入る前の日本人なんですけども、まあ一言で言うと機関棒で賢いというのが、彼を表現するのにぴったりじゃないかなと思います。彼がやったことで非常に大きいことが一つだけあります。これは身分制度の崩壊につながる軍隊を作ったということなんですね。この軍隊というのは、それまでの日本というのは武士、侍が軍隊の主力だったんですね。ところがこの高杉晋作はこの身分制度を取っ払って、侍だろうがお百姓さんだろうが身分に関わらず軍隊を創設した。これが後の騎兵隊という名前の軍隊になるんですけども、明治に入る前初めての身分崩壊が起きたのがこの地点でないかというふうに日本では言われています。また機関棒であるっていうことだけじゃなくて、非常にですね遊び人でもあって、まあ、そういったこうギャップがいろいろある中での人物でもあって、日本では非常に人気がある武将です。その戦い方、非常に革新的な戦い方をしてます。今までの戦略とか考えられないような戦いをして、多くの戦いで勝利を収めていきました。それはどこから出てきたのかということを皆さんにお伝えしていきたいと思います。今まで13人の日本の偉人たちについて少し紹介しました。詳しくは本に書かれているんですけども、本だけじゃなくて皆さんにぜひこの人たちのことをもう少し掘り下げたことをお伝えしたいなと思ってます。一番大きな理由っていうのは、実は今日本だけではなくていろんな世界でさまざまな問題がありますよね。人それぞれの問題もあります。いや社会、地球を襲う環境の問題もあります。こういった突破口というのは歴史から学ぶ。私は日本人ですから、日本人のことを皆さんにも紹介していきたい。偉人は万国共通だっていうのが私の考えです。日本でも多くの外国の偉人の話を知ってる人たちが大勢います。私は日本の偉人たちの考え方、それから在り方、こういったことをこのチャンネルを通して伝えることで少しでも良い社会につなげていきたい、こう思ってこの動画を撮っています。ぜひいろんな意見、あるいはこういったことどうなんだろうっていうことがあればコメントを残していただければありがたいです。どうぞよろしくお願いします。